も哲学とです、今回は期間限定イベントのね、冒険者が行く道の方が来てますのでちょっと見ていきたいなと思います。期間の方は6月の29日までの1週間という形になってるんですけども、まあね、イラストの方に、ネクロマンサー描かれているように、アッシュウォールド墓地を、舞台にしたね、クエストが、まあ、多く配置された、イベントという形になってて、まあ、1日2つね、お題が出てきて、まあ、今日だともう終わっちゃってるんですけど、アッシュウォールドのね、アッシュウォールド墓地でエリートモンスターを1体倒すだったりとか、あとね、ダンジョンの凶王のほころびを1回完了するみたいな感じで、タスクが出てくるので、まあ、これをね、1日2つずつ終わらしていくという形で、まあ、この今後のタスクのところにね、次の日に出てくるタスクが出てきますので、まあね、明日だったらアッシュウォールド墓地でモンスター15体倒すとか、あとね、アッシュウォールド墓地でエリートモンスターを10体倒すというような感じになってますので、1日2つずつね、こなしてみてほしいなと思います。で、まあ、エリートモンスターっていうのは基本的に青モンスターとか、黄色モンスター、どちらでも1体とカウントされるので、まあ、青だったら3体、倒せば3体という感じになるんでね、青と黄色合わせて10体倒してもらうという形ですね。で、こちらのイベントなんですけども、1日2つずつね、毎日午前3時に2件ずつアサインされていくんですけども、6個までね、貯めておくことができますので、まあ、毎日ログインできないよっていう人はね、6件まで最大で貯めておくことができるんで、やってみてほしいなと思います。でですね、タスクを完了することでこんな感じでね、ポイントが溜まっていくような形になってて、今2つ終わってるんでね、8分の2という形になってるんですけど、3ポイントもらうことで、こちらのね、レジェンダリーの、謎のレジェンダリーのアイテムと、あと、イベントセンターで使うね、勝利の印がもらえるという形になってて、5つ終わらせると、レア宝石3つと、あと、勝利の印が7つと。で、7つ目で、テルリックパールですね、好きな星5の宝石が作れる、素材の方がもらえるのと、あと勝利の印は11個もらえるという形になってて、最後の8つ目まで終わらせると、レジェンダリー宝石1つと、勝利の印が22個もらえるようになってますので、ぜひね、期間内に、8つのタスク、クリアを目指してやってみてほしいなと思います。ちなみにですね、この上の報酬は自分でね、3ポイントに達した時にこの、上のところを押してあげないとですね、受け取った扱いにならなくなってしまいますので、必ずね、ここのマイルストーンに達するたびに、上の報酬の方を受け取るという作業の方をしてみてほしいなと思います。まあ1週間のイベントですけども、まあちょっとアッシュウォールド墓地まで行かなきゃいけないんでちょっと大変かなと思うんですが、かなりね、短時間で、まあ数分あれば終わるような、タスクになってきますので、ぜひ、やってみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。このチャンネルではディアブロイモータルの攻略動画など投稿してますので、もしよろしければこの機会に高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。